皆さんどうもです、ポルスです。今回はオールスターショーダウンをガチで楽しむためにちょっとマニアックな動画にはなるんやけど、アジア最強たちのコテヨリ予定地を見ていこうという過去最高に絵面が地味な動画です動画の半分以上はねマップを眺めることにはなるんやけど、やっぱりコテヨリ勝負って見てても面白いと思うし、トリオじゃなくてソロやからね、いろんな場所にいろんな人が降りるし、誰がどこでぶつかるのか、実際上位に行ってる人はどこに降りてるのか、誰がどこを選択してるのかとか、それを見るだけでもね割とワクワクするんよね。しかも1年ぶりぐらいのソログランドファイナルやと思うし、味わい尽くしたいんよねもちろん見てる方のコテヨリ探しのためにもなると思うし、役に立つとも思います。ただまあメインっていうのは下馬評っていうのかな。この動画を出した数時間後には始まるアジアたった一人の頂点に誰が輝くのかね、あーだこーだ予想するのもまあ楽しいやん。それを初動から見るっていうのも結構面白いと思うんで、そういうのを雑談交えて固定より予定地マップを広げながら喋っていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。 Let's go。では早速まずはオールスターショーダウンプレイン予選ラウンド4のトップ10はグランドファイナルに進出しました。ウィリリさんが見事1位取ったやつね。その1位から10位は一体どこに降りて勝ってたのかというと、こんな感じです。対応表をね作ってみました。1位のウィリリさんはトイレ工場とかね。でこの順位の後ろについてる点1ってやつは初動詞というよりかは1回も順位ポイントが取れなかったマッチの回数。ソロの順位ポイントっていうのは75位から入るんで、初動詞というよりかはどちらかといえば第一サージ手前ぐらいで死んでしまうとかね。だから降りてる場所で対面負けたとかではなくて、どちらかといったら降りた後漁った物資の状態で対面勝負とか、スナイパー抜かれたとか、サージにやられたとか、そういうシーンがほとんどやとは思います。まあこれを見てる感じ、やっぱりアジア1位取るには1回もこけられない、1桁入るんやったらもう1回ぐらいしかこけられないみたいな雰囲気がありますね。普通の FNCS やったらグランドファイナルは12試合の戦いなんで、もっと幅が広いんやけどね、こけてもちょっと挽回はしやすいんやけど、今回のソロのグランドファイナルはたった6試合1日で終わってしまうんで、本当に短距離戦で1回もつまずけないっていうね難しさがありますね。あとは過疎地の方が多いね。やっぱりソロは今シーズンは過疎地のマップ結構強めやし、名前付け降りてる方々も別に初動詞とかはしてないから、物資分け分けして、まあ、引くとかそういうのがメインになるとは思います。そして、グランドファイナルのマップ見ていきましょう。グランドファイナルのマップどうやって作ってるのかというと、ツイッターとかでねよくここに俺は降りるぞっていう宣言をする方がいるんよね。そういう方々のツイートを集計してマッピングしてくれた方が何人かいて、そのうちの今回はシープさんという方のねマップをお借りして、拝見していこうかなと思います。どんな感じかというとこんな感じ。すごいよねこれ、めちゃめちゃ丁寧に作ってるし、なかなかね、トリオやったら33チームやから33箇所で済むんやけど、ソロはね3倍やからね。まあこれ実際は80人ぐらいやったかな。まあツイートしてない人とかも全然いるんで、ここに降りるとか全く言わない人とかもいるから、まあ本当はこれにプラスアルファ15人から20人ぐらいねさらに増えるんで、こんだけ埋まっててもさらに増えるからね、降りる場所あるって感じやけど、まあここからどん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 増えていくと。それでもすごいよね、めちゃめちゃ丁寧に作ってますね、ありがとうございます。でこのマップを見てね、まあ、下馬評的なことをねしていこうかなと思います。でここにプラスアルファで俺が知ってる情報とか予測を踏まえると、ちょっとね強化するとこんな感じになりますね。これでまあだいたい8割5分ぐらいはカバーできてるかな、こんな感じ。まあこれも言ってるだけで本当は降りないかもしれんからね、大体の人は多分この通りに降りるとは思うね。では、上の方からね見ていこうかなと思います。よいしょ。どうやろうね、みんなそれぞれ各々ね応援してる人は絶対いると思うんやけど、誰がどこへ戦うのかとかね、結構怖い初動もいっぱいあるからね。まず個人的にやっぱりグランドファイナル1位取りやすいなと思うのはリムルさんですね。リムルさんはこの孤島を漁ってて釣りスポがめっちゃある、釣り今シーズン強いからね、武器もめっちゃいいの釣れるし、魚とかペッパーフィッシュとかホップロッパーとかで移動もショートカットできる万能なのが釣りなんやけど、そこをしっかりと抑えてて、あともう一つね理由があって、実はオールスターショーダウンに呼ばれてる人たちだけが参加できた裏でやってるねウォームアップみたいなやつがあって、4試合だけなんかなこれは、
で1位を取ったのがリムルさんなんよね。ここでやっぱりさっきの予選しかり、このウォームアップしかり、最初に降りてる自分の固定降りで立ち回りを掴んでる人とか上位に行ってる人はやっぱり勝ちやすいと思うよね。あとはシャモッキーさん、フォースさん、タカちゃんさん、マウフィンさん、シュートさん、ピーターパンさん、ボットさん、ブイリルさんと、こんな感じでね、あとワイルドオフさんがね、見切れてはいるけど10位にいて、まあこの方々がグランドファイナルメンバーでやってみた感じうまくいくかなっていう風になってる方々だよね。リムルさんこのまんまフリーで漁れるから、今一番勢いはねあるんじゃないかなと思います。あとはね、トリオのグランドファイナルシーズン6 1位を取ったアレンさんがストロングホールド丸ごと取ってる。まあこれも多分一人ぐらいは被るとはね思うんやけど、それでもね2人とかでも全然無視ある。名前付きになってないんやけど、ストロングホールドは前のシーズンよりも今シーズンの方が多分無視が多いと思うんで、そんぐらいね強いヘンチマンボックス増えてるからね。で物資がちょっと減ったとしても釣りスポもあるんで、ストロングホールド仮に一人やったら状態は多分誰よりも良くなるんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ強いね。まああとはソロの、キャッシュカップでアジア1位取ってる方々、ナエトルさんはこのコーラル隣の島を漁ってたり、ドキンさん、この二人はねキャッシュカップアジア1位取ってたりするけど、もう過疎地降りてますね。でやっぱ怖いなと思うのは、ここの過疎地が3人いたり、あとコーニーとかダーティーとか、ビーチかとか3人いるんよね。まあ、3人ぐらいの物資は十分あると思います。正直トリオの分の物資はね全然取れるから3人は許容範囲。ただ問題はこのオールスターショーダウンの形式が、ルールはねいつもの決勝のルールで1キル2ポイントっていうキルがちょっと多め、まあ順位ポイントは変わらずビクロイで30ポイントやないやけど、キルポイントが若干比率が多いんよね。プラスアルファでこのオールスターショーダウンは1マッチにつき1回ずつ最多キル賞っていうのがあるんよね。まさかの一番そのマッチでキル取った人は1万円プラスであげるよ賞金っていう制度が初めて作られて、これがどう作用するかやね。最初の3マッチは多分ね攻めないと思うんやけど、あとの3マッチ、例えば3マッチもこけまくって1桁ポイントとか、もうなんなら0ポイントとかもね全然ありえると思います。そういう人たちは1桁の順位とか多分ほぼ無理やから、じゃあもう振り切って最多キル数狙おうって思う人出てくると思うよね。そういう人たちがもし仮にこういう名前付きで被ってる固定寄りを持ってるとしたら、やっぱ攻めやすいやん。中盤で戦うよりもやっぱ初動の方が絶対戦いやすいから、かなり怖いよね。まあ、ワイルドホークさんもここで10位取れてるからうまいことね回していきたいけど、難しいよな。そこら辺はちょっと気分にもよるからね。そこが名前付きの怖いとこかなとは思います。物資の量で言ったらね十分全然足りるとは思うんやけどね、3人ぐらいやったら。ではマップの下半分見ていきましょう。こんな感じですね。下半分の方がなかなかグロテスクな雰囲気あるけどね。見た目で言えばやっぱりエグいのはミスティとキャティですね。ミスティまずルリさん、ユセヤさん、フレンジーさんは海外勢ですね。でシュートさん、シュートさんここに降りてさっき一桁いたからね、ここ6位やね。6位ここで取ってると考えるとすごいよな。まあ4人分あるかどうかで言えば足りるっちゃ足りるけど、やっぱりそのぶつかりやすいよね。ミスティはうまいこと右と左では分かれてるんやけど、左1人右3人とかになるとね、まあ間違いなく右3人のうちの1対1ぐらいはするやろうし、そっからね漁夫でどん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 戦闘が増えていくから、ミスティかなり厳しそうやなってイメージありますね。あとキャティね、キャティも予定では、4人。まあキャティは漁り方がね結構特殊な場所ではあるんやけど、雪山も含めると5人ぐらいねキャティ周辺にいるから、ここもかなり戦闘が起こりそうやなっていう感じはありますね。であと危ないというか、まあなんかな、グレーゾーンなのがトリオメンバーがもともとそのトリオで、例えばこのキャティのフィズ、アダム、ズイティさんっていうのかな、この3人はトリオメンバーだよね。でトリオでキャティ降りてグランドファイナルで15位以内オールスターショーダウン招待ラインまで粘って勝ち切ったっていう方々なんやけど、その方々がソロでも3人ともキャティに降りると、まあこういうのは言うたら、まあチーミングがめちゃめちゃしやすいやん。周り3人ともわかるからね、3人ともまあムーブとかも伝えようと思ったら伝えれるし、チーミングさすがに回復受け渡しとかもあからさまやからリプレイでね分かっちゃうしやらないとは思うんやけど、
まあ疑似的な停戦協定とか、まあ、チーミングもどきにはなってしまうっていうのが今回のオールスターショーダウンの微妙な難しい点だよね。まあ、他にもスウェティのジョジャさん、トゥースさんはここの2人は同じトリオメンバーで、まあここもねスウェティずっと降りてたトリオなんで、グランドファイナルも2位の方ですね。めちゃめちゃ強いけど、まあこれはアジアだけじゃなくてむしろ世界の方が多い。アジアはここ2つだけかな。むしろねアメリカとかヨーロッパとかはマジで固まってる。ダーティートリオはダーティーに降りるし、ビーチトリオはビーチに降りるしとかね、そういうことがかなり起こってるんで、まあちょっとね怖いのがキャティとスウェティのちょっとね噛み合わせ方は怖いなとは思いますね。予選の2位だったウィッケシーさんもこの大外回りあさりで2位取ってるんで、十分ね同じような形で上位いける可能性もあるやろうし、まあ見てる感じ、あとウェリルさんがね1位とトイレ工事は今回はラルさんに代わってラルさんが戦っていくという形やから、ここら辺のな折り合いをどうつけていくか難しいけどね。まあ初動はこんな感じ。まあこっから初動だけじゃなくて、もちろん中盤のサージの稼ぎ方と終盤のうまさ、ビクロイ取れるかどうかが一番の鍵にはなると思うから、初動だけで判断はできないけど、まあ見てるだけでもねおもろいからねちょっとね、まあまあまあ誰が勝つかは本当にその時にしか分からんけど楽しみですね。もうあと数時間後には始まるんで、皆さんもよかったら解説ライブもすると思うんで遊びに来てください。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。